こんにちは、ニャでーす。ってことで、ウルトラマン情報修正入るみたいです。そしてですね、あと3つ情報があって、1個がですね、こちら、ゴッドフェスが開催されて、こちらですね、はい、青おでんと赤おでんが強化入ります。そして、はい、ランキングダンジョンが来ます。そしてこちらですね、黒メダル交換の交換所解説、こちらがありますよって感じのね、4つの情報を今日は見ていこうと思います。で、まずは、ウルトラマン強化入るんで見ていきましょう。はい。一部キャラクターの能力を調整ってことで、まず、ウルトラの父。こちらがリーダースキル変わっただけか。まあ、正直見なくてよさそうだね。はい。火属性の HP が3倍、22倍、火を4個繋げて消すと軽減固定1ダメージってことで、まあ、シワドラリーダーだけど、まあ、つかないよね。はい。まあ、これはまあ、まあ、見なかったことにしましょう。関係ないですね。はい。続いて、ウルトラ母です。これもリーダースキルと覚醒変わったんだ。回復度量が増えたのかな。はい。で、回復度量持ってます。ということで、スキブ4つ回復度量をたくさん持ち、7ターンのスキルで消せない覚醒無効を全回復。まあ、消せない覚醒無効回復、一体も持ってない人とかは使ってもいいかなって感じかな。はい。で、リーダースキル、ヒジカリ属性の HP4 倍、5コンボで22倍、回復力、回復ドロップで3万回復すると覚醒無効を全回復です。うん。まあまあまあ、使わないかな。あんま使わないよね。まあ一応、あんまりないようなね、リーダースキルは持ってますけど、まあ、あんま使わないよね、これもね。はい。続いて、ゴモラです。あ、ゴモラの強化は熱いんじゃない？超覚醒は、ウエハス、バインド、スキブ持ってて、で、ウエハスに、列6個、封印に、スキブ4つに枝豆ですか。ウエハス2個に、列6個で、普通に強いね。やっぱ火力高いよね、やっぱゴモラってね。で、11ターンのスキルで3ターンの間、落ち込んなし半減。で、3ターンの間、HP50% 回復、自動回復ですね。やっぱ強いよね、スキルもね。で、リーダースキル、HP4 倍。指を5秒延長、6個つなげて消すと22倍固定値ダメージってことで、まあゲルググリーダーとかになりますよねぐらいですかね。はい、まあゴモラは火力枠、またはリーダー枠ですかね。で、まあゲルググとかで使えますよって感じになってます。これはいいね。普通にいい強化です。はい、次。エレキング出た！エレキング！エレキングは超覚醒がウエハスにバインドにスキブ2つ。で、ウエハス2つ持ちで列6個に封印にスキブ4つに枝豆。同じだね。ゴモラと一緒ですね。はい。光の火力枠。で、10ターンのスキルで6解除して回復ドロップに変化。で、三日月状に光ドロップ生成ですね。はい。唯一無二のエレキング光の三日月生成です。まあ、これね、まあ、固定生成なんで、結構ね、固定パズルによってうまくパズルするなんてことを結構やってますね。はい。強いキャラクターでございます。はい。今ね、ランダンとかする人はですね、特に取っといてほしい。欲しいキャラクターかなと思いますね。はい、続いてキングジョー、こちらリーダースキル変わりましたってことですね。あと浮遊つきました。まあ浮遊ついてもだよね。スキブ6個3色4つ浮遊持ってます。火力高いね。6ターンのスキルで回復力半減とスキルが激減ですね。でリーダースキル悪魔タイプの HP が4倍、指5秒延長、光闇同時攻撃で20倍3コンボ加算です。はい、まあ普通ですかね。はい、まあそうつかないよね。続いてメトロン星人です。こちらがリーダースキルが悪魔タイプの HP が4倍、指5秒延長、3色で22倍、2コンボ加算です。で、超覚醒スキブウェイにバインド浮遊ですね。はい。まあ、まあ強くないね。別に普通ですかねって感じですかね。はい。別にわざわざ使わないよね。はい。続いて、キリロイドです。これたまに使いますね。浮遊、バインド、スキブ2つ。で、ウェハス2つに、列6個に、封印に、スキブ4つに、枝豆。10ターンのスキルで1ターンの間、指が2倍、属性吸収を無効化、6解除して3色陣。で、リーダースキル、HP、闇の HP が4倍、指5秒延長、闇を6個繋げて消すと22倍2コンボ加算です。はい。まあ、闇のブラックさんとかのね、火力枠、リーダースキル、リーダー枠にはなりますけど、そもそもまあ、ブラックさんがね、リーダーになりますから、リーダーでわざわざ作業する必要もないし、なかなか使いづらいですね。まあでもたまに見ます、こいつ。はい、続いて。カネゴンです。はい、こちらカネゴンはね、そうなんよ。まあ、ウエハス、あ、超覚醒ウエハスついたんだ。ウエハス2個持ちになって、暖房2つ。え、待って、強くない？カネゴンが一番強いかもしれん、ワンチャン。ウエハス2個に、暖房2つに突き部。で、これリーダースキルね、ダンジョンの潜入時にリーダーに入手コイン 3.5 倍です。で、光の6個つなげて消すと12倍。まあ、カネゴンの強化これいいね。暖房持ってるウエハス2個持ちキャラか。全然いいよね。なんならワンチャンこれ、極連極連の暖房増やせるかもしれないね。まあ、極連極連正直暖房あってもなくても変わんないんだけど。まあ一応、カネゴンいいかもしれないですね、この強化は。結構熱いです。熱い強化。ウエハスついたのは熱い強化ですね、これね。はい。って感じで、あ、これで以上ですね。はい。まあ今回、ウエハスのキャラがめちゃめちゃ強化入ったよって感じですね。あ、テイラーのね、テイラーの強化が入りましたよって感じですね。これあれですね。後半のキャラクターのラインナップですね。はい。そして続いて、これで、オーディン。強化入ったんで見ていきましょう。ちなみにラインナップはどんな感じなの？アグリゲート、ガチャドラ、ウルトナが出てきますよ。あと、まあ、グランエルブが取れますよと。まあ、黒飛び取った人は欲しいですね。はい。まあ、って感じかな？はい。まあ、あとはその強化入ったおでんが当たりますよって感じか。です。はい。で、オーディン、こちらが、まず、超覚醒が、受信プラスとスキブ2つ増えました。あら。超覚醒2つ増えるの珍しいですね。
で、覚醒、マインド、チーム HP2 つに、スキム4つ、封印に、指に、無効貫通プラス2つ持ちなんで、無効貫通4つ持ちか。です。で、10C2 つ持ってるんで、10C2 つ、無効貫通4つとかにできるか、まあ、スキブロックにするかって感じか。で、12ターンのスキルで6解除して、光と回復ドロップを水に変化。12ターンの間3コンボ加算。1ターンの間ダメージ無効です。で、リーダースキル、ダメージを半減。指、水を4個つなげたケースと25倍。ダメージを半減。3コンボ加算。水属性の回復力が4倍です。うん。なるほど。という感じですね。はい。まあ、まあ、そこまで強くなってないね、別にね。まあ、火力は高いけど、10C2 つ、無効貫通4つで。まあでも別に、スキブ枠になるわけでもなくって感じよね。まあ、スキブ枠に、まあ、スキブ6だけど、チーム HP あって嬉しいけど、重いし、スキルが。うん、って感じか。はい。で、闇の方、火の方、間違えた、火の方ですね。同じく、超覚醒が 10C プラスになって、スキブ2つつきましたと。で、覚醒ですね。バインド、チーム HP2 つ、スキブ6個、封印に、指に、無効貫通4つ。同じか。10C2 つ、無効貫通4つ持ち。12ターンのスキルで6解除して2食事を火に変化。12ターンの間3コンボ加算、固定1ダメージ。違いました。1ターンの間ダメージ無効ですね。12ターンの間3コンボ加算、ちょっとすごいな。ちょっとすごいな、これ。12ターン3コンボ加算、そう、すごいな。って感じです。この6ターンから12ターン3コンボ加算だったんだ。だいぶだね。って感じになってます。ということですね。まあ、スキブロックにチーム HP ありますよっていう感じですか。ですね。はい。まあ、これが強化ですね。あと、スーパーゴッドウィザー配布じゃん。あらあらあら。スーパーゴッドウィザー配布は熱いですね。はい。これが一番熱いかも、今日の情報の中で。はい。いや、嬉しいよね、普通にね。30日に配られますよってことですね。はい。熱々です。はい。あとは、まあ、軽く流してみる情報ですかね。はい。こちら。ランキングダンジョン、パイモン杯が来ますよ。全属性必須ですよってことは、多色ですね、確率にね。固定杯ではないんだね。あ、固定杯じゃないんだ。ランキングクリア、参加するだけで10万モンスターポイントゲットできるよってことでね。はい。わか、まあ、ランダムは、10万文法で釣れるかな人。きついんじゃないかな。はい。って感じで。あと、まあ、メダルもらえますよと。はい。まあ、これは、興味ある人しかやらないでしょう、きっと。はい。で、続いて、期間限定で、こちら、交換ジャガ出ますよってことで。まあ、交換ジャガ別に、あ、スフィンクス使うんだ。これよく見るよね、これね。よく見る、スフィンクス。スフィンクス。はい。今のは、あれですね、流れ星。はい。ギルガメッシュ、こちら、あ、こんなところで落ちますよって感じね。はい。うん、ギルガメッシュは性能変わってないよね。はい。あ、変わってないですね。はい。まあ、特に見ませんけど、武器が強いやつですね。武器スキブ2個のチーム、スキブ2個2ターンヘイストで4ターンダブル吸収です。まあ、強いよねって感じ。はい。です。うん。ですね。はい。で、メタルあるでしょ。こちらも交換が、こっちはビスケスですか。なんか聞いたことあるな。はい。で、交換ですよと。まあ、こっちも武器がね、LGTG 武器で、まあ、ワンチャンの案内で使いますよって感じですか。という感じですかね。はい。以上か。あ、待って、一部モンスター能力調整。ごめん。待って、ギルガメッシュ強化入ってたわ。そうだ、そうだ、そうだ。ギルガメッシュとメタルあるでした。あるでしたか。強化入ってますね。見ましょう。小学生が 7C に帯にスキブ2つに LG プラス。で、覚醒がバインドスキブ2つ封印に指に毒完全耐性、お邪魔完全耐性、7C プラス無効貫通プラス LG プラス。4ターンのスキルで6解除して、右を火にして、ダブル吸収ですということですね。うん、ギルガメッシュ。まあ、完全耐性2個持ちが偉いかな、ぐらいか。で、まあ、リーダースキルはちょっと読まなくていいかな。まあ、5消しで激減らしいですね。まあ、普通ですかね。はい。まあ、ちょっと2個耐性がちょっと偉いかなって感じ。2個耐性と6解除非生成とダブル吸収か。まあ、ワンチャンかな、ワンチャンって感じか。うん。てか、まあでもそうか、ウルトラとかのサブとしてはまあ優秀か。ウルトラサブで4ターンダブル吸収は採用ありですね。ウルトラロイの地で。しかも耐性2個持ってるし、結構うざい耐性2つ持ってますね。毒とお邪魔なんで。いいかもしんないね。はい。そしてこちら、アルレシャです。こちらは、なんかまあ、覚醒とスキルが変わったんですね。で、超覚醒が増えました。ってことは、レベル上限が上がったんだ。あら、そう。120になりましたね。レベルマックスが。あら、面白いね。それ、その評価は。で、スキブ回復ドロキョウバインド。回復ドロキョウは、これは全部プラスか。回復ドロキョウ8個持ちにできますよね。ドロキョウ2つ、封印2つ、スキブ4つ、6個、6個です。スキブ6個。スキブは8個にできんの。スキブ8個にもできんだ。7ターンのスキルで6解除して、回復お邪魔、毒を水に変化。1ターン品質と全ドロップ強化。なるほどね。はい。7ターン1ターン品質のアンタレス系スキルですね。うん。まあ、回復枠かな、使うとしたら。回復ドロキョウ8個持ちだったら、120の捨てによってはワンチャン回復枠ありそうですね。もう一個のアルレシャ、こちらが、超覚醒がスキブ2つに 10C に無効貫通つけました。で、やっぱり上限120億になりましたね、レベル。で、回復ドロキョウ2つ、水ドロキョウ2つ、封印2つ、スキブ、10C3 つに神キラー。7ターンのスキルで6解除して回復お邪魔毒を水に変化。1ターンヒースト全ドロップ強化です。まあ、うんって感じが普通ですね。はい。こんな感じです。はい。そして、続いてこちら、転生アルレシャです。これが一番強い形態か。はい。回復ドロキョウ。あ、超覚醒変わらずか。で、バインド回復ドロキョウ2つ、封印2つ、スキブ2、
指に、毒と暗闇完全耐性 L 字2つと。で、7ターンのスキルで同じスキルね。あ、違うわ。7ターンのスキルで回復お邪魔毒爆弾ドロップを水に変化。HP を全回復して全ドロップ強化して1ターン変装ですね。はい。あ、意外違うんだね。転生あるでしたっけ、スキルが。で、リーダースキルが76リーダーで水にコンボで半減2倍。ドロップ5ゲシで12倍ということですね。はい。まあ、耐性2個持ってるからワンチャン使えるかなぐらいかなって感じかな。うん、まあそこまで強い強化じゃないですよね、正直ね。はい。ハーデスドラゴンも強化入って、待って。カリンドラゴン強化入った。カリンドラゴンの強化は入ってないらしいですね。はい。ハーデスドラゴンだけ強化入りました。ハーデスドラゴンは6ターンの、何が変わったの？あ、グラビティが 30% になりましたね、これ。すごい。それはすごいわ。30% グラビティになりました。で、リーダースキルも変わってて、30倍3コンボ加算固定値ダメージ、ドロップ3個以下で消せない。が、消せないか。え、なにどこ上がってんのこれ。4.5 倍、HP4.5 倍から5倍になったか。OK です。って感じですね。ハーデスドラゴンリーダースキル変わりましたけど、そもそも使われてないですね。はい。という感じになっております。はい。まあまあ、まとめるとですね、まず、スーパーゴッドフェス一連配布されますよと。これ嬉しいですね。そして、まあ、このオーディン系のキャラクターが強化入ります。そして、こちらですね。はい。ウルトラマンの後半のキャラクターたちですね。まあ、特にエレキングとか強化入ったのが嬉しい人多いんじゃないでしょうかという感じになっております。これね。はい。以上です。はい。よかったらね、高評価、チャンネル登録、感想、コメントよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。はい。